ポケセンで予約しよう <laughs>。誰かさ、三重県にポケモンセンター建ててくれへんないねん。昔さ、愛知のオアシス21に名古屋ポケモンセンターがあるって言ってそこまで行ったわ。で、その感想なんやけど、そのオアシス21のポケモンセンター初めて行った時の、結構しょぼかった、ちっちゃくて。はははは。 正直、オアシス21のポケモンセンターはしょぼかった。え、こんなもんなんやっていう。あれ、ストアなんかで、東京のポケモンセンター行ったときに、あ、ポケモンセンターこんな感じなんや、すごいなーって。で、これ有名な話な。俺が、その、なあのー、東京のポケモンセンター行ったときに、このポケモンセンターの店員さんって、対戦するんやって、その、なんちゅうの、その子供たちと。 わかるポケモンの対戦すんの当時ポケットモンスターバトルレボリューションっていう、まあ、もこさんとかな、俺がな、最初にゲーム実況したさ、あのソフトがあるやん。ポケモンダイヤモンドパールのポケモンがあの 3D グラフィックになって Wii で登場するみたいなゲームがあんのよ。あれで、その店員さんと子供が対戦してて、で、店員さんのリザードンがな、 なんか、ギャラドスの滝登りかなんかを食らって、HP が、バーって下がっ減ってくんよそしたら、それを後ろで俺眺めてんねやって、店員さんと子供が戦ってんの。ギャラドスの滝登り、リザードンの、あの、HP がグわーって減ってたら、リザードンの HP が1で止まんの。そしたら、気合のタスキって持ち物のアイテムが発動すんねやって、店員さんの。で、その瞬間に、その対戦を見てた、俺の後ろから見てたオタクっぽい兄ちゃんが、タスキかって、<laughs> あの、あ,あいうのって入れる。助けかーって。うん、言う、言うてた。ポケモンセンターで。もう、あれは僕はちょっともう衝撃やった。東京こえーって。漫画みたいだねーって。<laughs> <laughs> あの、ちょ、もうごめん。今より冷静になっていうオタクキモいわ。<laughs> もう、最高に面白いけど、もう俺は評価するけど、 それも笑かせに来てるとしか思えやん <laughs> おしもうだって俺グッってなったもんうんって助けかはちょっと衝撃やったでもそういうオタク文化好きおまわな正直面白かったでも笑ったら殺されるんじゃないかなって怖かった おーし何が逆鱗に触れるか分からんからなギャラドスの <laughs> いや笑うよ当時23ぐらいか俺戦いはせんよ俺は今僕のこと笑ったよねみたいなそう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 いうテンションできそうで怖いお前,お前が笑かせに来て笑かしに来てんねやろっていう 怖いよなぁ。ピカチュウのあくびの真似して。じゃあうちょ、まって、全然似てねえ。<laughs> <laughs> おかしい、俺今顔は完全にピカチュウなってたのに。ゃああれじゃあんピカ。ああ <laughs>